スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は知念太郎のゆいまーる沖縄。知念太郎のゆいまーる沖縄。ゆいまーるとは私の一番好きな沖縄方言であり、直訳すると結び回るとなります。県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです。番組では沖縄を良くしたい、日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間、尊敬する先輩の方々をゲストに迎え、熱い思いのバトンを結び回してまいります。本日のゲストは株式会社よせみや代表取締役社長戸口正也さんです。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、戸口社長というのはちょっと言いにくいので正也さんでいいですか。そうですね、その方が僕も話しやすいのでよろしくお願いします、ね、後ほど話しますが、今年はね一緒にセミナーを受けて一緒に学んだ仲間ですからね。1年間楽しかったですね。楽しかったですね。正也さんのねいろんなところ見せてもらいましたからね。いやお互い様で楽しんだともいろいろ見ましたよはい、じゃあそれではまず最初に、自己紹介、会社の紹介とお願いします。はい、株式会社よせみやの戸口と申します。弊社は、冷凍のエビ、それから魚介類、それから肉類、あとデザート関係とですね、卸販売を中心にしている会社なんですが、ここ最近力入れてますのが、加工商品ですね、今自社加工商品の方を、結構やってまして、今お客様の方もですねやっぱり人手不足ということで、我々の加工商品のニーズが高まってきてる嫌いがありますね。なのでそこにまた少し力入れて、またお客様のお役立ちということで今手掛けています。あともう一つがデザートの方ですけれども、一昨年1年半ぐらい前ですけれども、ケーキの工場を他の会社からですねバトンタッチしまして、それもまた自社加工商品としてですね取り組んでいるところですね。はい、なるほど。もう本当によせみやさんといえば沖縄県内ではエビのよせみや、エビといえばよせみやね、そうですね、すごい有名ですよね。父がですね、昭和42年ですけど今から48年前、ちょうど私が生まれた年ですけれども、に、会社が立ち上がって、最初はですねエビだけだったんですね。エビだけのスタートでしたけれども、聞くところによると次第にですねやっぱり魚介類だったりお肉だったり、お客様からの、ニーズがあってですね、それにお応えする形で今、商品のアイテムが増えてきているところですね。あとですね、こう本当に僕正也さんはですねすごいなって前から思ってるのが、僕もいろんな研修受けますけどどこにでもいますよね。いやそうですか。もうどこにでも昔からいて、ただ同じ研修を受けたのが今年が初めてですね。そうなんですよね。前々からね太郎さんはよく知ってましたけれども、僕も一緒ですよ。本当に直接一緒にそうですね。研修受けたのは初めてでしたね。今日はそこら辺のですね、正也さんの思いも含めてですね、いろいろ教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。キッチンやバスルームだけでなく、リビングやベッドルームにもアート作品のようにタイルが住空間を彩ります。札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡と全国8カ所にショールームがあります。見て、来て、触って選んでください。タイルをアートに、名古屋モザイク。知念太郎のゆいまーる沖縄。知念太郎のゆいまーる沖縄。本日のゲストは株式会社よせみや代表取締役社長戸口正也さんです。正也さんよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、もう正也さんはいろんな研修の場で会うということを申し上げましたが、びっくりしたのが、同じね2代目だったんですけど、2代目なんですけども、18歳の時から沖縄で今一番有名なマインド研修の会社があるんですが、研修始めたと。僕がちなみにこういった研修始めたと28ぐらいですよ。あ、そうですか。26、27ですね。20僕より10年以上早くこういった世界に飛び込んで勉強してた。そうですね。まあたまたまなんですよね。先ほどUMR っていう話ありましたけど、はい、私もこの研修は吹奏楽部の後輩からですね、私も吹奏楽部所属してたんですけど、その後輩から紹介いただいて受けたのがきっかけなんですね。あ、お父さんから行けって言われたのではない。いや、最初のきっかけはですね後輩からで、まあ、その後父の勧めもあったりでこうつながっているんですけど、一番最初の流れは後輩からでしたね。ちなみにですね、こうラジオ聞いてらっしゃる方にご説明すると、そのマインド研修沖縄でねすごい有名で、多分人づくりにおいてはもう全国的に一番じゃないかなと思うぐらいのね素晴らしい大先輩、尊敬する経営者がおりますよね。でまた今日もねちょっとお伺いしましたけれども、そのいくつかの研修の中の最高ステージ文部館、その事務局長でしたっけ？いや、文部館は事務局長というわけではなかったんですけど、まあ事務局長みたいになっていましたけどね。ですよね。いや、他のメンバーが雅也さんがね、いつもこう仕切ってくれてありがたいって言ってて、あ、そうでした。でそれをまたさらに卒業させてもらえたと。そうなんですよ。3年の卒業がまあできるかできないかわからないよということで、まあ最初スタートしたんですけど、まあおかげさまで3年で無事に卒業できました。ですよね。卒業というかですね、この研修には卒業がなくて、なるほど。とりあえず終了ということでしたね。終了。なるほど。これはですね、すごいことなんですよね。沖縄の経営者、やっぱりいろんなところで研修所とかねありますけれども、だから誰がどれだけ勉強しているかというのは分かりますが、これ本当にねお世辞でなくて、沖縄のほとんどの経営者、勉強している経営者は雅也さんがどれだけ勉強しているかとよく分かりますよね。そうですかね。どこで見てるか分からないですよね。ちょっとその話教えてくれません？そうですね。文部館で去った12月が最後の研修だったんですけど、その時の課題がありまして、経営者とはという課題だったんです。シンプルで難しい質問ですね。でそこに3年間の集大成というか、全てを書いてくるようにということでいろいろ書く中で、私は最初何を書こうかなと思って書き出したのが、自分の生まれてからのことを最初書いていったんですね。自分ってどんな幼少時代だったのかなということで、小学校からこうスタートして、生まれた時から書いてましたけど、大体小学校から行くともうずっと音楽に触れてたんですね。小学校の金管バンド、また中学校吹奏楽部と、高校でもバンド組んだりとか、大学も結局、音楽の道に行こうということで音楽の大学行きましたし、ずっと音楽に触れてたんですね。でそれを見た時に、もちろん音楽好きなことをやっていてよかったんですけど、やっぱり両親からですね、やっぱりそういうふうに好きなことを思う存分させてもらったっていう、やっぱり感謝の気持ちがですね書いていながらやっぱりあって、やっぱり自分も親になって思うことでもあるんですけれども、やっぱり両親からいっぱいいろんなね形で愛情をもらってたんだなっていうのを感じながらこう来て、経営者の前にやっぱり一人の息子だったんだなっていうところに行ったんですね。そうなんですよね。それから、僕は音楽でそのまま進みたいというのがあったので、教職課程を取るために音楽の大学行って、教職の免許を取ったんですけれども、ちょうどその時ですね、ちょうど登校拒否の時期だったんですね。なのでこの2週間のその教育実習の間に一度も顔を見たことのない生徒がいたりして、やっぱりその時ちょうど20歳で、ね、そこらなので、どうそういうのに対処していいのかっていうので、相手が人なだけに、対応をどうしていいかっていうのですごく悩んで、教育実習を取ったものの、今後こういうふうに教師として、やっていけるのかなっていう不安があったんですね。でそういう中でちょうどまたうちの父方のおばなんですけどね、おばが成果物屋さんに嫁いでいっていて、そこで、バイトをする機会があったんですけど、そしたら農連市場の方にね、この成果物のそのお店があるんですけど、まあ、そのバイトしてる時にね、通るおじいちゃんおばあちゃんなんかがいて、はい、まあこう相対でこう商売するわけですよ。それがなんとなく自分の中ですごくなんていうのかな、こう、こうスッと入っていくようなところがあってですね、なんか自分ってまあ、音楽の道でこう行こうとしながらこう あったんだけれども、はい、まあ、この生徒との、ね、このことも考えたりしてる中で、はい、だったからかもしれないんですけど、この商売っていうのにそこから少しこうスイッチが入って、まあ、ある意味本当にターニングポイントだったのかなっていうのがあったんですね。なるほどね、はい、それで経営とはっていうのはどんなふうにそこら辺から、それでそこから、まあ大学卒業して、まあ、東京の方のうちの、まあ一番お世話になってる仕入れ先の方に、6年半お世話になってたんですけど、その時にもいろんな、まあ、経験させていただいて、まあ、帰ってきてとまたいろいろやる中でですね、お客さんとのこの関わりとかいろんなのを見て、また、まあ、社長就任して6年ですね、ちょうど6年ぐらいになるんですけど、やっぱり信頼ってすごく大切だなと、でこれってまあ、もちろんお客様ともそうなんですけど、社内 の, そのスタッフとの、はい、このスタッフ間の中でも、信頼って大事だなと、その一つから、信頼っていうのをですねすごく感じていて、で、私はこの経営者と最後にやっぱりその、お客様との信頼を大事にしたいっていうことをですね、書きました。なるほどですね、はい、本当そうですよね。結構答えって結構シンプルですよね。あんま複雑に考えるんでね。僕はあれなんですよね、まあ、今プロセスマネジメント大学を沖縄校もさせてもらってますけど、はい、もう本当にねプロセスマネージャー、あとコーチングも ね, そうですね、後からちょっと出ますが、今年一緒だったんですけども、人作りと数字作りで、これが車の両輪のように分かれてないといけないっていうところを、プロセスマネジメントを学んですごく気づいたんですね。まあ、簡単に言うと人作りと数字作りが分かれていて、例えば車でもどっちかのタイヤだけ速く回ってると近くをくるくる回っちゃうし、今度は大きさが違うところも同じですよね。ですからタイヤを大きくして、人作りっていうタイヤ、数字作りっていうタイヤを同じ大きさで大きくしながらだんだん速く回していくような、そんなイメージがあって、コーチングはそのシャフトっていうんですか、それつないでるような感じ、人作りと数字を。なんかね、そんなのが今自分の中でイメージして、まあ、企業顧問先にもこんな話をしながら、たまにこう、うちの会社人作りが先ですか数字作りが先ですかって言われる時、結局いつもこんな話をするんですね。でそれでどっちの今タイヤが大きいのって、どっちが早く回ってるのって、でそれ聞いて、追いついてない方を先にやりましょう、こんな感じでね今話したりしてますけど、経営って難しいですね。そうやって考えるとそうです。さっきのこのコーチングもそうですけど、やっぱりこの社長になって、このスタッフとのやり取りの中でですね、どうやったらうまくいくのかなっていうね。本当ですね。これね、さっきから出てるこのマインド研修ね、沖縄の有名な会社、僕もそれ行って、本当に心底思ったのは、経営者って修行僧じゃないかと思ったんですよ。そうかもしれません。なぜかといえば、本気でですよ、本気で本音で、うまくいってる時には、社員のおかげでありがとうって言えないといけない、悪い時には、全部俺のせいだって言わないといけない、思えないといけない、これを本気で本音でできないと、経営者やっちゃダメだなっていうのを僕は気づかさせてもらいましたね。うまくいってれば俺がやったんだ、失敗したらお前なんで俺の言う通りやらなかっただろうじゃなくて、その全く真逆ですよ。それを本気で思い切れなきゃ、経営者ってなっちゃダメなんだって思いましたね。強烈ですね。強烈ですね。それすごく重たかったです僕の中で。これって修行僧じゃねえかって。だけどね、同じ2代目として、僕ね父のね引退の時の言葉がすごい印象的で、みんなをね、成長させるために、またもちろんお客様のお役立ちもするために頑張ってきたけど、結局、今気づけば、一番成長させてもらったのは私でしたって言ってましたよ。なんか分かるような感じしますね。あの時は正直ピンときてなかったんですね。今より十何年前ですから、今よくわかります。そうですね。年取ったんですかね。だと思いますよ。成長したってことにしておきます。そうですね。あと今のまあそのねスタッフとの関係もなんですけど、意外とお家家族とも一緒だなと思っていて、はい、だから子供との関わりでも子供もそうじゃないですか、うん、同じ言葉をかけても、はい、その言葉に対して相手が納得してるのか、うん、そうなんですね、してないのかって、はい、全然違ってきますよね、捉え方でね、うん、で社員とも一緒だと思うんですね。一緒ですね、はい、この間ね、ある農業関係に詳しい人と話してたら、はい、太郎さんって、はい、社員育てるのも子育ても、はい、農業と一緒だよと、はい、何を言うのかなと思ったら肥料とか水をあげすぎてもね、はい、腐るんだよと、はい、あげなかったらね、はい、育たないんで枯れるんだと、はい、タイミングよく肥料と水をあげて育てるんだよと、ただね、はい、これは実は育てたつもりだけど育ってるんだよなんか深いですね確かに人育てた、子供育てた、会社育てた、そんなつもりになってるけど実は勝手に育ってるので、うん、じゃあ結局やっぱり環境を作ることですよねとかってね、うん、その育つ環境、はいはい、育ってるのではなくて育つ環境を作る、うん、それが経営者かななんて思いますね。その人とは話したんですけど、うん、面白いですね。面白いですね。あとあれですよね、やっぱりよく言われるのが、過去と他人は変えられませんと、はい、変えられるのは自分と未来だけですと、うんね、となると、はい、やっぱり自分が変わるっていうことは、うん、相手が自分に対する、はい、印象、はい、つまり環境を変えると、はい、そうですね、いうことになるのかななんてね、うん、思ったりしてます。今ここ最近、取り組んでいるのは社員との時間、はい、このスタッフからそういう、うんうん、言葉をもらったんですけどね、もっと社員との時間を取ってほしいと。なるほどなるほど、ズバリストレートでありましたね。なるほどじゃあ今度はじゃあ社員との時間、はい、この話ちょっと聞かせてもらえますか。わかりました、はい、番組はまだまだ続きます。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。知念太郎のゆいまーる沖縄。知念太郎のゆいまーる沖縄。本日のゲストは株式会社よせみや代表取締役社長戸口雅也さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さっきの終わりでね、はい、社員との時間を取ってくれと社員に言われて、そうなんですよね。ズバリ直球できましたよ。直球ですねこれね、はい、経営者みんなそうですよ、はい、先日もちょっとある経営者と話してて、はい、経営者からすればですよ、はい、自分の仕事、ね、はい、当然やりながら接してるつもり、はい、だけど相手はそうじゃないんですよね。 そうですね。その経営者もね、全く同じこと言われたって言いました、はい、それで、うん、まあ、うち今スタッフ51名いるんですけど、やっぱり全員でってなるとやっぱりちょっと難しいので、うんうん、数名でですね、はい、こうちょっと、あるこう会というか、まあ会食の時間を持って、まあ、その時にいろいろこう聞く時間を持ちたいということで、うん、まあ、幹部にも一応入ってもらって、まあ、そのスタッフにも入ってもらって、はい、こう会食の時間を持って、うん、まあ、いろいろ普段思ってること、うん、何でもいいよっていうことで、はい、こう出せるような時間を作ったらですね、まあ、いろいろ出てくるんですね、はい、でやっぱりその出てきた時に、まあ、みんないろいろあるんだなっていうことが分かったのもいいんですけど、うん、翌日からですね、なんとなくこれ、はい、私の捉え方かもしれないんですけど、うん、なんとなく表情がこう明るくなったというか、うんうん、なんかこうね、思ったことを言ったことによってすごくなんかこう表情がですね、はい、こう良くなって見えたんですね、うんうん、あ、こんなもんなんだなと、うんね、本当に大したことはしてないんだけど、うん、そういった時間をちょっと持つだけで、うん、あ、社員ってこうなんだなとか、うん、でやっぱりその社員から言われたのをまたこう変えることで、うん、やっぱり社員の見方もなんとなく変わって感じるし、うんうん、まあ、社長ってね、こう意外とみんなからなかなか言ってもらえないところもあったりして、そこで気づけない時が多いのかもしれないなと思うんですけど、はい、そういうのをまた社員からこう言ってもらうっていうのがあることで、自分も気づけるし、社員のまたとのコミュニケーションにもつながって、そこからまたさっきのこの信頼にもつながるのかなっていうのがあったんですね。だけどそうだと思いますよ。よく言われるのが、優しいの反対は冷たいじゃなくて、無視だよと。そうですね。だから、あれじゃないですかね、もちろん無視なんかしないですよ。だけど、やっぱコミュニケーションが離れてね、あんまりないとそこら辺がね、不安になるんじゃないですかね。だからちょっとしたことでも、社長見てくれてるんだって分かるだけでも全然違うんじゃないですかね。そうみたいですね。県外の会社で、この間番組やってましたけれども、社員証に IC チップつけて、誰がどれとどんなふうに動いているのかっていうのをこうしっかりデータ取れば、社員間同士でも、一緒に昼食をこう取ってるグループの方が業績がいい、マネージャーが時間を使って話してる子の方が業績がいいっていう、つまりコミュニケーションがやっぱり頻度、多さによって業績にも変わるとかっていうデータ出てましたよ。やっぱりそうなんだって思いましたね。好感度の公式っていうのも、頻度かけるインパクトですよ。頻度かけるインパクト、だから例えば、頻度が10でインパクトが1だったら 1×10 だから10ですよね。頻度が5でもインパクトが2だったら同じ10ですよね、ですからそういうインパクト頻度というものを、何に対してはどれぐらいのインパクトとかっていうのを考えながら、社員と接してあげるっていうのも一つの手かもしれませんね。やっぱり意識的にしないといけないですよね。そうですね。だからまだ始まったばかりなので、これをね、絶やさずずっと続けられるようにやっていこうと思ってますけどね。やっぱりあれじゃないですかね、五郎丸じゃないですけども、いい意味でしょ。いい意味でルーチン作ったらいかがですかね。そうですね。前ね話してましたよね。僕が社長になった時やったのは、社員の誕生日必ず電話してこうおめでとうって言ったりとか、そういったことをやってましたね。必ず。だから絶対来るじゃないですか、誕生日は。そうですね。したら絶対年間に一人ずつは必ず声かけるし。また金一封出してね、朝礼の前に立ってもらって、で一言言ってもらう。そうすると必ず朝礼もみんな参画するとか、なんかね、仕掛けにしちゃいましたね、僕は。いや実は僕も何年かな、3年ぐらい、誕生日にケーキをあげてたんですね。で実はただ今年で一旦これもう今止めてみようと思っていて。ちょっともうちょっとなんか違う形で何かをやってもいいのかなっていうことで、まだ何をするか考えてないんですけどね、3年ぐらい確か誕生日に、そうするとね、必ず誕生日って今太郎さん言われたように必ず年に1回来ますから、その時には、ね、誕生日おめでとうっていうことで必ず声かけることになるし、で翌日また本人から、ね、お礼の言葉とかあったら、昨日どんなふうにしてね、家族とどんなふうにしたのとか、こう聞くきっかけになったりだとかありますもんね。ね、そういったことをまだいろいろこう考えるの楽しいですね。そうですね。あとね、今年はこのマサヤ、僕はね、戸口社長だったのがマサヤさんってなったのはこのコーチングでね、またこう人との接し方というものをすごく学ばせていただいて、これ前回の放送が我々の先生だった藤本さんというのがあったんですけどね、中でも申し上げたんですけれども、僕一番最初のね、はーっていう気づきはマサヤさんがヒントだったんですよ。ね、クライアントに対して、このコーチが、接してて、ね、簡単に言うと、ね、本を年内中に出しますとかって話で、無理だろこれって心の中で僕思ってたんですね。そしたら、いいんじゃない、その時ね、何々君どんな気持ちとかって進めていくもんですから、はーって商業出版、自費出版、こう本にする時どんだけ時間とお金がかかるか、申し訳ないけど無理なのに、こんなのいいんじゃないって言うってびっくりしてたところに、マサヤさんが「あ、藤本さん、これは正直何を言ってるかじゃなくて、気持ちを聞いてるんですね」ってマサヤさんが言った言葉で「はっ、あ、気持ちか」ってね、あれがね、僕コーチングのすごさというか。へーというところだったんですよ。なるほど。なんかそういう話ありましたね。びっくりした最初それが。だって僕はどちらかというとコンサルに近い形で問題解決型でお客様にアドバイスしてるから、解決すること、あとは結果を最大化させるためにどんな手を打つかっていう、そういったことばっかりやってるわけですよ。気持ちいいみたいな具体性とかっていうところをどんどん追求してきた人間なので。正直勉強になりました。すごく。いや僕も分からなかったんですけどね。ふとね、感じたり、でコーチングの中で今思い出したのが、課題の中でですよ、はい、帰ってからやるっていうことで、お家でだったりね、ありましたね、社員にだったりこうあったんですけど、まあ、僕はお家の方でやるっていうことで、帰ったらみんなもう床に入って寝てましたね寝てて、どうしよう、課題をねしないでいや翌日、はい、コーチング行くのもどうしたらいいんだろうと思いながらね、そうしたら、まあ、とりあえずできることをやろうということで、はい、まあ、家内もね結構疲れてたみたいだったんで、いろいろとねこうお家の身の回りのことをできるもんだけやっておこうということで、まあ、いろいろやって、はい、まあ、翌日もうちょっと早かったんで、そのまま出発したら本人からね LINE でこうありがとうのこのメールが来てたりしてね。必ずだからさっきのね言葉かけるだけじゃなくて、寄り添うってね言葉の寄り添うもあるかもしれないけど、まあ、行動の寄り添うっていうのもあるんだなっていうのも自分も意外でしたね。これもね絶対ありますよ、ね、またマサヤさん優しいですよね、そういうことをねやっているからね。だけど、思ったのはたまにやるから相手も喜ぶんだと思いますよ。なるほどなるほど。これが毎日やる人だったら普通になっちゃうし、まあそういったかって毎日できませんしないんですけどね、だけどね、はい、今のマサヤさんの話聞いて僕思うのは、はい、そうもう奥さんも寝てる中でもこう、はい、家事を手伝ってあげるという、はい、表面は家事だけど、はい、気持ちをね、はい、やっぱりこうコーチングの世界でつながるような行動がそういうふうになっただけだって、多分気持ちとして伝わったんだと思うんですよね、はい、すごくね。あ、気持ちいいか、そうか、なんか僕そんな感じすごくします。マサヤさん僕ね大好きなのはやっぱり優しいもん。そうですか。社員に対しても周りに対してもすごく気遣いしてるの分かるし、そうなのかなそしてね僕中でも言いましたけど、マサヤさんがね、はい、みんなをこう盛り上げようっていうことで、はい、なんかちょっと面白い役をわーってやったりとかね、はい、ただね、はい、もうほんのりと顔が赤くなってるもんだから本当はね僕もそうなんですよ、はい、恥ずかしがり屋なのに ねこれ結構無理してやってるなとかね、そんなのが分かるところがまたいいそこがいい、なるほどね、分かるところがいい分かるところがいい、そうなんです、すぐ赤くなるんですよ。僕なんかもね、恥ずかしがり屋なもんですから、すごく仲いい人にはもうね、おかしいことできるんだけども、はい、あんまり初対面の人とかあんまりそういうことできないんですよ、やりにくいですよね、やりにくいし、だから初対面の人には結構怖そうとかね、難しそうとかって言われるんですけど、仲いい友達は全然そんなこと言われないのは、このギャップが結構あります。いや、太郎さんもほらコーチングで例のいろんなことやりましたね。やりましたね。もうここでは言えないあんなことや恥ずかしいこと、あんなことやこんなことね、みんなに笑われましたけどね。いや良かったですよ。だけどそれぐらいね、すごく仲良くなりましたね。そうですね。ああいうインパクトね、先ほど本当インパクトの話あったんですけどね、インパクトってまあ相手に対してもね大きいのかもしれないけど、一番自分に対してやっぱり大きいのかもしれないですね。大きいですよね。コーチングはね、妹さんも一緒に合計されましたけど、会社ではどんな感じで取り込んでますか？その後はですね、もうここの話になってくるんで、ちょっと実際にその1対1のクライアントとコーチング役という形での接し方あんまりないんですけど、まあ、意識して寄り添うということで、まあ、そこがあったからさっきの社員とのこの話す時間とか、はい、そこに行ったのかなっていう感じはしますね。ああ、それよくわかります、はい、僕も、はい、コーチング受けてから、はい、まだね僕も意識しないといけないんですけど、はい、スイッチ入れれるようになりました。大きいですね。これはちょっとコーチングだ、ティーチングじゃないコーチングだと思ったら、コーチングのスイッチをポッと押して切り替えられるようになったのは僕の中でも大きいですね。多分これがファーストステージで、セカンドステージぐらいになると勝手にスイッチが自動でね変わるぐらいまでなればいいんだろうなと思うんですけど、ただ今ねおっしゃられたように意識するってすごい大切だなと思います。意識した時、できてる時にはコーチングのスイッチ入れることができたのは実際すごく大きかったなと思うんですね。で実際顧問先でもねお願いされるのは、なんとか君ちょっとねちょっと結構精神的に落ちてるからお願いできませんかとか、ああもちろんいいですよということでコーチング入れたらですね、コーチングねご存知の通り自問自答の手伝いです。簡単に言えばね、答え何も教えないですよ。だけどあそうですよね、やっぱそうですよねとかつって全部自分で解決していくんですよ。あれはすごいですよね。面白いですよね。見ててねほとんど教えないですもんね。ヒント出すだけ。そうですね。もう本人の中に答えありますからね。そうそうそう。それをですね、やっぱり外部でも社内でもやることによってやっぱ雰囲気全然違いますね。はい、これからもぜひ、そうですね、コーチング今年1年間で得た我々のスキルを会社、はい、あとお客様にね生かしていきたいと思いますね。はい、またお互いにね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、番組はまだまだ続きます。スモールさん会員にインタビューしました。会員2年目、千葉ゼミ所属の方です。スモールさんに入会してよかったと思えたことは、当社とそれからスモールさんのゼミ会員の方と4社で協業で、カンボジアに法人を設立することができたことです。これによって、千葉県内でのビジネスイメージから、グローバルな視点を持てることになりましたので、もう本当にこれはスモールさんのおかげだと思っております。経営者のための知的サポートネットワーク、スモールさん。知念太郎のゆいまる沖縄。知念太郎のゆいまる沖縄。本日のゲストは株式会社ヨセミヤ代表取締役社長戸口雅也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あっという間の時間ですね。雅也さんと話してると。あっという間ですね。ね、もう最後のフレーズなので、はい、どうぞ沖縄どんな風に導きたいですか。これはいつからだろう。去年一昨年ぐらいからですかね、すごく感じているのが、この沖縄の人のこの所得水準っていうのがやっぱり低いんですよね。で、沖縄って、芸能、文化、スポーツと本当に魅力ある、いろんなものがあるのにもかかわらず、なかなかこの所得に結びついてないなっていうのがあって、人もいいし、ね、いろいろその青い海青い空といろんなその自然もにも恵まれているにもかかわらず、なかなかそこにつながらないなっていうのがあって、なんとかせめてその本土の平均並みぐらいまで持っていけないのかなっていうのを感じてますね。そうですよね。ちなみに、僕が覚えてる範囲では、全国平均でね306とか7万円ぐらい、沖縄が223万円ぐらい、3分の2。で、東京とかっていうのは480万、だから全国の3分の2、東京の半分以下、という数字で、ただね、1000万以上の高額所得者と言われてる人は、全国平均で 10%、沖縄も 10% らしいんですよ。沖縄それ多いのを聞きましたよ。つまり貧富の差がこんだけ激しい、で物価指数で 90% ぐらい、物価は90なんだけど、所得差がそれ以上にあるので、言い換えれば所得対物価で見た時には、ちょっと住みにくい。そうですね。ただいいところで言えば、沖縄のね、遅延血縁が強い土地柄なので、家族兄弟の支援は受けやすいというところはあるかもしれませんけど、雅也さんはそれをどのように良くしていきたいですか。今会社でも、やっぱり社員のねこの給与アップもということで、今年ももちろんその昇給もしましたし、去った12月の本当つい最近で22日に賞与の昇給は出したんですけど、前年に比べてちょっとアップさせて出すこともできたので、これをまたずっとねこう続けていけるようにしていきたいなと。ただそれにはやっぱりお客様満足につながるようなその人づくりと、それからまたそのニーズに合った商品の提案っていうこのところですよね。で、あとはもうその、ロマンとそろばんってよく言われてますけど、両方必要ですよね。雅也さん、こんな番組の中でこんな話していいのか分かりませんが、熱い親父の会に入りませんか。熱い親父の会。親父って僕まだ若いんですけど大丈夫ですか。僕と同じ年ですよ。そうか。これ何の会かっていうと、2つ目的があって、沖縄よくしようぜって思いながら、いろんな自分の活動をやってる仲間たちをお互いで協力し合う。で、もう一つは後輩を育てるために、こいつすごく熱いけどね人脈ないんです、皆さん人脈くださいっていうふうに呼べる場ということで、僕ね5年前ぐらいからこの熱い親父の会というのを2ヶ月に1回開催してるんですね。いいぐらいですね。だからこの僕のインターネットラジオでも出てもらった棚原さんだったりとか、あと坂さんとかね、それぞれそういったものをやってる。だけど協力者があんまりいないっていう状態、特にボランティアに近く、それでじゃあみんなでそういった時には遠慮なくこの会に投げてよって、協力するようにするよって。で、あと先ほど申し上げたように後輩育成と。僕ねこれをきっかけになったのが2つあったんですけど、1つはある方がライフワークっていうのを考えるって話を聞いて、あれワークは俺やってるし、ワークの中で、社員に給料払い、税金払いということをやってるけど、ライフワークって考えた時に、俺何するんだろうって考えて、で、僕はですね、今までの自分のスキルを生かして、中学校の校長先生になろうかなと、65くらいやった、でなぜかっていうと、僕が見てる限り、高校行かなくなっちゃった子で悪くなっていくパターン、這い上がれなくなってるパターン結構高いなと思ってて、だから中学で悪さしてる人間でも、そこで踏みとどめて高校まで行かせると変わるんじゃないかなと、そこに一番難しいところに僕は入りたいなっていうのがライフワークでイメージしてることで、もう一つがやっぱり先ほど申し上げたように、後輩の育成で僕すごく思ったのが、兄貴分のね一人H社長というんですよね。でその社長にすごく可愛がられて、なんでこんなに僕に良くするのっていうぐらい、裏ありませんかっていうぐらいそしたらその人が「いや後輩育成だよ」お前のこと気に入ったから俺の人脈お前に全部やる」って言われて「は何この人」と思って。そういうことしないといけないって、この2つの気持ちからこの熱い親父の会作ったんですね。ぜひ一緒に。そうですね。これね結構面白いですよ。面白そうですね。みんながやってるそれぞれの形をお手伝いしていく。もちろん自分もやってることも広げていきながらという会です。いいですね。楽しそうですね。面白いです。ね、とにかく僕のこのゆいまる沖縄の趣旨もこの通り、みんなでね、熱い思い、沖縄よくしたい、日本よくしたいと熱い思いを結び回せる人というのが僕のコンセプトなんですよ。僕のゲスト。素晴らしい。マサヤさん、さすが仲間。ありがとうございます。コーチングの仲間。そうですね。楽しかった。お互いにじゃあこれからもぜひね、こういう形で僕のコネクションもマサヤさんのコネクションも、あこいつは沖縄よくしてるぞっていう人間をね結びつけていきましょう。ぜひよろしくお願いします。ね、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はすごい楽しかったです。またこちらも講師ともにこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。